西光寺は岡山県赤岩下賀にある天台宗の寺院である。三号は勝負山、陰号は随縁院。寺殿によると天平商法4年後剣天皇の命により法温大使が建立した備前48火事の一つであるという。平安末期浄土信仰が盛んになると西光寺は浄土に近い場所と民衆に信じられ多くの参拝があったと伝えられている。 また、旧山道に沿って大門があり、三重塔や安養院、本学院、竹の坊、岩本坊などの陰謀があった。1192年持ち運びが再興したと伝えられている。1367年住職である上和が、備前吉岡省の友長に作らせた輪口に、勝負国際工事との名分がある。1595年12月の備前国48、家事領異文国。 中大車両目録写しには最高寺が勝負谷山として記載されており、浮田秀家より寺寮二十国が認められている。本尊は阿弥陀如来で、台座には元六八年の名がある。脇寺として元六九年の名がある、観音菩薩像と聖子菩薩像がある。岡山半生下では寺寮六国程度で、主院は随縁院、他に安養院、新入院、 地蔵院、本学院があったとの記録が、きびン個広くに記載されている。また、1838年の、手鏡森文書の記録によれば、寺三県、出家一人で安養院と地蔵院は無住職で、寺寮の内訳は、本尊二国程度、随園院が一国程度、安養院と地蔵院が合わせて一国程度であり、寺構えの陳珠三王があったとのことである。ありがとうございます。